はい。フリーライター過ごせる日まで,です。N 国の盾、田中健かっこ、TNK 氏、VS、野党統一、田中健氏、どうなる同姓同盟対決、衆議院、静岡4区補欠選挙、森友学園、元理事長、籠池康則氏、結局出馬せずということでやっていきたいと思います。ということでですね、えー、まあ、静岡4区、ついに始まりました。始まりました。えー、どういった面々になったかというと、 まずですね、朝提出したのがこの3人。あ、違いますね。出てないですね。失礼しました。朝提出したのがこの3人。山口健三さんという無所属の方。田中健さんという無所属の方。で、この方は国民民主党、立憲民主党、共産党、社民党の推薦をもらっている方ですね。で、深澤洋一さんという方。この方が自民党で公明党推薦。 で、ここまでだと、まあ、普通になんか特に違和感のない選挙なんですけれども、なんとですね、この後ですね、えー、まあ、あの、分かっていたことがあるんですけれども、田中健さんが、えー、遅れて後から出してきた。ね、えー、と、見てみるとわかる通り、全く同じ名前の田中健さんが2人。2人いるんですね。これどうするんだというところですね。えー、同姓同名の候補がいると。 さあ困ったというところではあるんですけれども、えー、まあなんでこうなったのかっていうと、N 国の立候補者がですね、えー、変わったんですね、途中でね、なんかがね。えー、最初、立花の高さんが出ると言ってたんですけれども、当主、NHK が組まルとの立花の高橋、当主が出る予定だったのが、元森友学園の籠池さんに変わった。でも籠池さん、野党同一じゃないと出ないと言い始めて、田中健さんに変わったんですね。 要するに N 国党としては意図してこの無所属の田中健さんと全く同じ名前で田中健さんを出してきたと。まあ、このお二方ね両方ともともと政治家をやってる人で無所属の方の方が東京都議会議員でこちら N 国の田中健さんの方が江戸川区議会議員だったんですね。まあ、両方田中健という名前で政治家をやっていた。 で、その後、えー、無所属の方の田中健さんは、希望の党から選挙に、えー、国政選挙に出ていたんですね。確か衆議院議員選挙。この静岡4区だったと思うんですけども、で、落ちたと。落選されたと。で、田中健、一方、N 国の田中健さんは、えー、江戸川区議会議員に、えー、統一地方の選挙は出たんですけれども、落選して、えー、NHK から国民の党の立花隆さん、そして浜田聡さんの政策担当秘書をされていたと。 で、今回、出馬という形になったんですね。で、まあ、あのー、野党統一候補であれば、え藤、ー、川口さん出るってことだったんですけれども、結局、調査つかなかって、田中健さんが出ることになったから、こういうことになったと。最終的にこうなったということですね。で、これ、どうすんだよと。同じ名前だと、分かんないぞと。いうところですね。で、これ、どういうことになるのかっていうと、えー、 ですね、どちらの田中健さんか分かる記述があれば片方の表になるんですね分からないものは暗分されることになるとで暗分っていうのがちょっとあの間違ったことを言っておられる方が何人かおられたんですけれども単純に半分にするんじゃないんですねこれね各候補の得票数に合わせて割るんです例えば A さんと B さんという人がいて3票と7票だったと。 いう場合この場合で半分になる表が10票ありましたってなるとこれをちょうどこの割合で割るんですねなので3と7を足すんですね両方に10票を割るそうすると6対14になるわけですよねという形になるんですねなので10票を単純に割って、えー、5対1 2になるのではなくてその割合3対 7で10票,10票を割るので6対14になって B さんの方が上になるということですね、まあ、2人で対決の場合はこの場合 B さんが勝つと要は田中健さんと田中健さんの一騎打ちだった場合は B 田中健の方が勝つということですねおっとちょっとエラーが出ましたよいしょこうですねでですね、えー どういうふうになるんでしょうかということになると、まず無所属の田中健さんに入れたい方は、無所属田中健、や、田中健 42, 42歳なんですね、この方ね。と行くと、無所属の国民民主党とか立憲民主党とか社民党とか共産党の推薦をもらっている方の田中健さんになるんですね。で、N 国の田中健さんに入れたいという方、この方は、 N 国、田中健であったりとか、まあ、NHK が国名あると、田中健と長く書いても大丈夫なんですけれども、N 国の田中健であったりとか、田中五54だと、N 国の田中健さんになると。単純に、えー、この辺を書くとですね、単純にですね、単純に、田中健であったり、田中、健などと書くと、安分になる。ただね、ちょっと一つややこしいところがあって、 今回ですね、おそらくなんですけれども、ひらがなでケンとだけ書くと、山口健三さんも健造さんなので、おそらくここともン文になるという非常に厄介なことになるのではないかと。ちょっとわかんないですよ、ここはね。はい。ここはちょっとわからないところではあるんですけれども、まああのやってみないとわからないというか、その、あれが、戦艦がどういう反応をするか、まあ、電話すればわかるかもしれないんですけれども、ここどうするんでしょうかと。 ねあのー、戻すとこの深澤洋一さんという方は田中健さんの名前のどこも入ってないんですよね深澤洋一なので田中健ないですよねでも山口賢三さんはこの健の字字は違うんですけどひらがなで書かれるとわからないよねっていうところなのでここは暗文が3つに割れる可能性があるんですねひらがなで健って書くと。 ちょっと誰かね、試してくださいって言うと、あの、おかしなことになるのであれなんですけども、ちょっと誰かやってみていただけると面白いんかなとは思いますけれども、まあね、選挙で面白がってはいけないのでね、入れたい方にぜひ入れてください。はい。なのでね、ひらがな剣はややこしいのでやめた方がいいよという話ですね。まあ、こういうことを言うとね、多分入れる方がいて、あの、なぜか山口健三さんのところにも何点何がついて、深沢洋一さんだけが、あの、普通にあると。 いうことになりかねないと。いう感じですね。これでね、誰かね、山口洋一とか書くともう、あの、パニックですね。<laughs> どっちかわからないから、あの、暗 <laughs> 分になったとかってなると、全員に点がつくっていう、あの、前代未聞の,のね、とんでもない選挙になるわけですけれども、まあ、さすがにね、そんなことにはならないとは思うんですけども、それはそれで面白いんですけどね。<laughs> はい。<laughs> まあね、選挙で面白かったはいけませんね。はい、失礼しました。という感じでですね、えー、 田中健さんという方がなんと2人。しかも片方は、えー、意図して出してきたと。こういう場合ね、えー、どういうふうになっていくのかというところですね。まあ、過去の結果から言うと、あのー、安分になる人っていうのはそれ相応に出ると。いわ分からないと。で、今回、さっき僕最初にこの3人だけ名前出しましたよね。この3人だけで写真を貼って報道してるメディアって結構あって。 その中に注釈として、NHK が含まれると田中健さんも出馬予定であると。まだ届けが、この記事ができた時点では届け出が出てませんというところって結構あったので、結果として、この田中健さんが2人出てるって知らずに投票する人もいかねない。そうすると、無所属田中健と書かずに、ただ単純に田中健と書いてしまう。ということもあり得るのかなと。まあ、あの、ね、おそらく、あの、 戦略的に遅く出ししてそういうういこととをしたんんだとは思うんですけど、ねはい、まあねこれがあのー、この無所属じゃないや NHK 学問との田中健さんが批判されるのかそれともされないのか面白いと、えー、みんな入れるのかちょっとこの辺はねわからないところではあるんですけれどもただ今のところネットを見ていると比較的そのうんっていう感じの人が多いのかなという感じ。 NHK が国マをルトのね、支持者の方は大盛り上がりという感じなので、まああのー、ね、なんとも言えないところなんですけども、その、支持者の人以外だと、どちらかというと首をかしげているというか、うん、眉をひそめているというか、いう方の方が多いように僕は思っています。ただまあこれはね、まああのー、この戦略がどのくらい通用するのかっていうところを見た上で、どうも、えー 衆議院選挙総選挙の方ですねに同姓同名の人をバンバン立てるということをするようなのでどうなってくるのかとまああの今回はね無所属っていうかあの野党系の野党統一候補の方の同姓同名なんですけれども次の選挙の場合はえー、どちらかっていうと自民党と同じ名前の人を立てる風な戦略にするみたいですはいということでですねまああの奇策といいますか まあこれがどういうふうになるのかっていうところではあるんですけどもまあね昔からねこの戦略っていうのは考える人はいっぱいいたんですよ。あいつ落としたいなっていう人っているじゃないですか。その人と同姓同名の候補をその選挙区に立てれば割れるからいいんじゃないかというお話は何というか2ちゃんのネタというかねまあちょっとあの飲み屋のネタというかねあいつ落としたいけどさいつも通るんだよね。 同性度目安出りゃいいのにね。みたいな話ってのはあったんですけども、実際にこうやってね、わざとするというのは多分初めてじゃないかなっていう。まああの、今までね、こういうケースあったんですよ、今まで地方選挙とかだと。僕知ってる限り2ケースあったんですけども、前回の,あの統一地方選挙の時とその前にもう1ケースあってね。その時は、あの、無所属とか自民とか、無所属じゃないです。情報無所属だったんかな、あの時。だから年齢化とかね、あの住所。 で、えー、仕分けたらしいんですけれども、今回どういうふうになるのか、まあ多分年齢と無所属、年齢と NHK から国民と主わ政党の名前、所属ですよね、無所属なのか NHK から国民るとなのか、もしくは年齢、年齢側へとこの辺ですね、えー、無所属の方,の方が42歳、えー、N 国の方が54歳と、ここですね、でやっていくのか。 という形になるとは思います。はい。ということでですね、まあ、あの静岡4区にお住まいの方、ぜひともね、えー、今回の選挙、えー、行ってみてください。はい。ということでですね、まあ、あのー、どうなるんですかね。まあ、おそらくですね、あのー、普通に行けば、この自民党の深沢さんという方が通るんだとは思うんですけれども、今ちょっとあのー、安倍政権の方の、 対応が非常に悪いということでこちらが上がってくる可能性はなくはないんですけれどもねただねどうですかねっていうこの野党相乗りという状況まあ野党統一というんですけどいうみたいですけどもこの野党統一という状況っていうのがねどういうふうに判断されるのかこれまでもね野党統一で勝ってる候補者っていうのはいるのでどうなるかっていうところなんですけれどもまあねまあこの辺って全部のね 手術合わせても自民党の手術に足りないんですよねっていう <laughs>、うん。今回ね、ちょっと自民党逆風気味かな。でも、地盤の強い方、まあ、ここは、あの、前、この前、お亡くなりになったんですけども、その方が結構強い方なので、そこに、の票がだいぶ流れることになりますのでね、地盤を引き継いでますので、自民党強い場所なので、どうなるのか、というところですね。はい。まあ、あの、N 国の田中健さんと山口健三さんという方は、おそらく、まあ、なんだろう。 共作金没収も十分というか共作金没収される可能性の方が高いのかなって、まあ、あとねこっちの田中健さんの場合はどのくらい半分になるのかと実は、えー、無所属の方の田中健さんがの方がみんな田中健って書いた結果完全にあのこっちに票を全部持っていかれるみたいなことになったらあの大変なことになる可能性はあるんですけども通ったみたいなことになるかもしれないんですけどまあそういうことはね、まあ、普通は起きないと思いますのでねうん奇跡の逆転みたいなね <laughs> もうあの入れた人みんなが青ざめるっていう <laughs> 話になるからもしれないとはいけないですけどもまあおそらくそんなことはないでしょう。まあねあねのー 無所属の田中健さんに入れたい方は、ね、無所属であったりとか42歳の田中健さんですとか、えー、この方と認識できるものを、ね、ぜひ書いて、えー、投票してくださいもちろん、ね、NHK から熊本の田中健さんに入れるという方も、ねえー、N 国田中健であったり田中健54であったりという感じで、えー、分かるように田中健さんに入れましょうと田中健とだけ書くとせっかくこっちに入れようと思ったのに安分されちゃったせっかくこっちに入れようとしようと思ったのに安分されちゃったということが起こります はいということでね、えー、皆さんあの、選挙に行かれる方、お気をつけてね、えー、行ってください。あのー、ここね、まあ、あの病気の件もありますけれども、この辺、間違うと、自分が意図したものとは違うところに投票されてしまう可能性があります。はい、ということでですね、えー、よろしければチャンネル登録していってください。フリーライターに使われて過ごせるひまるで,でした。